おしえー、今日もね、あの、涼しくて、えー、楽で良かったですよね。やっぱし、えー、私も <laughs>、えー、あんまり暑いとね、35度ぐらいあるともう、あの出かけるの嫌になっちゃいますけどもね、えー、まあ、今日ぐらいですと、曇りで涼しいとね、楽でいいなと思います。えー、ということですけども、今週の木曜日からは、 また、三十度以上なるっていうことなんで。まあ、あとしばらく、この、えー、涼しい陽気でね、体を整えて、また暑さ対策をしていきましょう。えー、多分、関東地方も、梅雨明け間近だと思います。まあ、今週、三十日には、一応、えー、バーベキュー。横浜でバーベキュー、パーティーやりますけれども、えー、もういっぱいになりました。三十二名満席です。で、今日、何を出そうかなと思ったら、それに。 えー、バーベキューに合わせて似たような感じの肉パジャン、えー、サムギョプサル、えー、韓国料理ですねの食べ放題が以前やったことあります、えー、やっぱりこういったサムギョプサルも美味しいですさらに私はお酒ではマッコリーがすごい好きなんですね <laughs> マッコリーって結構いろんな味の深みがあって飲みやすくてね、えー、ワインも好きですけども、えー、ただマッコリーも確か、えー、1 5度ぐらいい近くあると思いますので、えー、飲みすぎるとね、えー、私も潰れたことあると思いますので、えー、皆さんもあの強お酒飲みすぎには気をつけしましょう私も今まで潰れたのはあのワインがほとんどでした <laughs>、えー、ワインって飲みやすいですけどね飲みやすいお,お酒こそ、えー、皆さん気をつけてくださいまあこういった食べ物ねあのキムチとか、えー、巻いて食べると、えー 夏に英気養いますのでまたお肉食べてどんどん元気出していきましょう。ということでまたこれもねあの近いうちやりますけども、まあ、8月は一応、えー、20日に土曜日に告知してあるように、えー、六本木であのブラジル料理のシラスコ料理食べ放題やりますのでこれも肉の、えー、食べ放題ですからやっぱり、えー、今ね、あのー、健康を叫ばれてますけどねやはり 肉を食べないとやっぱパワーが出ませんよ、えー、ということを私実感しました、えー、昔は肉ばっかり食べてまああんまり毎日肉はいけないですけどもたまにはね、えー、やっぱりあのパワーつけるには肉が一番必要ですということでね40代50代の朝、えー、あんまり肉をね敬遠せずに、えーまあ、最低1週間に1回はねあの肉を、えー、がっつり食べた方がいいと思います でたまに月に1回ぐらいあの食べ放題とかね、えー、そういうので、えー、食べるとさらにいいと思います。ということでね、8月20日皆さんお待ちしていますのでよろしくお願いします。えー、ということでた申し込みされても届かない場合があるのでそういう場合おしゃれグルメ会 c、えー、4 5 5 4 6 7 0 9 0 9 2 4 5 5 4 6 7に、えー、C メールで、えー、返信してください。 1>, 1週間以内で送ってますので、届かない場合は、えー、おかしいと思って、こちらに送ってください。ということで、ここにあの、えー、チャンネル登録あると言いますけども、えー、この番組を見ている方、えー、ぜひあのチャンネル登録しておしゃれグルメ界のファンになっていただいてね、もう100、今日で多分150本ぐらいだと思いますけども、まあ、その中に必ずあなたの好みがあると思います。えーねえに いろんな、まあ、好きくらいありますけども必ず一つ二つあると思います。えー、その、えー、あなたの好み,好みの、ね、食事会の客にぜひ勇気を持って、えーえー、一緒に,たに楽しみませんかぜひよろしくお願いします。おししゃれグルメ会の石井でした